ちらが旧線の旧鉄橋跡ということになるんですね。旧鉄橋の骨組みの真上が網になっていて座れるという、なかなかです。おお、ちょっとやっぱり怖いな。おお、なかなかですね。私は絶対高所での仕事ができないです。怖いっす。ちょうど余部鉄橋からの、客車が落ちた時、強風でですね、私は小学生だったと思います。家に帰ってきてラジオのニュースで、聞いて大変なことになったというふうに聞いたのを覚えております。もう少し時間があるのでエレベーターに乗ってみましょう。朝6時から夜11時まで営業中。上が余部駅ホーム。お立ち台まで行ってみましょう。すごいですね。これしか多分昔は道はなかったんでしょうから、皆さんやっぱりこれを上がって通学の皆さんとかですね、列車に乗ってたんだと思います。そしてここが分岐路ですね。左へ行くと、町の方へ降りていくということだと思うんだけど、そうでもないんですね。西区と鉄橋下、
道の駅は右となってますね。旧鉄橋の写真が、なんだっけこの車は、エーデル鳥取とかいうやつですね。キハ65階層。全面展望ができたんで乗りたかったですね。エーデル鳥取。まあまあ大変な山登りです。よくしもう少しです。よいしょ。上がってきました。よいしょ。まもなく各駅停車が来ますんで、ここで撮影します。終点と言われても多分徐行終点なんだろう。